さてこの番組ではですね、いつもゲストの皆さんに、経営の指針あるいは生き方、いろんなものがあると思うんですけども、賢者の数字というのを書いていただいておりますので、はい、ぜひお書きいただきたいと思いますが、賢者かどうか分かりませんが、数字はとりあえず書かせていただきます。これは、70対30、はい、私はいろんなこう、サラリーマンやってるといろんなものを判断しなきゃいけない機会があって、その時にうまくいったか失敗したかという、二者択一的な判断をしがちなんですね、はい、特に若い人はやったかダメだったって、この2つになるので、実はうまくいった中にも、実は 30% はきっと改善点がある。ぬか喜びしない。もううまくいったらうまくいったでもう一回自分がやったことを見せ直すと3割は改善する、そこを改善するとさらにいい成果もある、逆に失敗したって言ってもですね、実は3割は必ず自分が考えたことですから、一部はうまくいったことがある。なるほど。でこのうまくいったことをまず自分で自覚してほしい、じゃないとですね、精神的に辛いですよ。100対0ですとね。ですから 30% の良さを自分で見つけ出して、その残り 70% を改善する、こういう考え方をしていくとですね、多分進化が早いんだと思ってます。ですから今うちの社内でも若い子にですね、70対30といつも話をしてます。石田さんどう？そうですね、いやでも確かに私もああダメだったって結構落ち込むんですけど、でもその中にもやっぱりいいところがあると思うことは大切ですよね。3割救われるとちょっとホッとするよね。そうですね。これ10対90でもダメですね。いやこれなかなか説得力のある、ね、数字ですね。創業100年に向け動き始めた V プラン2017とは。ターニングポイント、賢者の選択。今回は水回りを中心とした住宅設備販売の製造会社、衛星陶器のパイオニアとして知られています、TOTO株式会社代表取締役社長執行役員張本邦夫さんをお迎えしています。TOTO は2017年ですか、創業100周年迎えられる、はいはい、これに向かってやっぱり大きなプランというのは立てられているようですけど、はい、どういうプランなんですか？グローバルで見てですね、6000億の企業になりたい、そのためには従来なかなかこう商品塾でしか語れなかったんですけど、国内の住設事業、それから海外の住設事業、それと新領域の事業と、この3つの大きな事業ドメインを明確にして各々の目標を立てて、進もうという、計画を、今年からスタートいたしました。なんか名前つけてあるんですか？V プラン2017というですね。V プラン2017、これは昨年構想を作りましたんでね、一つはバイタルなんです。元気よくやろうと。ただの V 字回復の V じゃなくて、バイタルと、それからビクトリーと、それから、この2つかな。ともかく、ともかく当初はバイタルでした。元気よく元気いい計画にしたいとやっていくと、だ今おっしゃったように、そのこれからっていうのはもう日本のマーケットじゃなくて、やっぱりグローバルな市場、ここでどうやって勝っていくかっていうことになると思うんですけど、やっぱりグローバルな市場展開をしていくってなりますと、これは皆さんおトイレには行くわけだけれども、消費者の方々はね、だけども慣習も違うし、どういう戦略を立てられてるんですか？中国とアメリカが比較的早く出てまして、いわゆる事業と成立するまで15年から20年ぐらいかかるんですね。そうでしょうね。特に衛星陶器というのは窯で焼くものなんで、投資の割にリターンがですね、比較的少ないんで、なるほど、そういう意味では少し長いスパンで、その各地海外の拠点というのを開拓していくというのが大きな骨子になるんじゃないかと思います。どの辺のエリアっていうのをこう開拓させてされていかれるんですか？今中国、ASEAN、米国に関してはある一定の規模まで来ましたんで、これから出ていくのがヨーロッパ、これ昨年進出しまして、それからインド、あとはブラジル、この辺が多分この V プランの中での大きな新しい市場ということになるんじゃないか。いわゆるブリックスと呼ばれる、そうですね、経済成長が著しい新興国と、ただそこでのその何て言いますかね、受け入れられ方っていうのは、やっぱり日本のようにスムーズにはいかないと思うんですけどね。まあ
中国の場合は大変歴史が古くスタートしてますんで、実はいきなり、当時の長魚台という迎賓館がございますけども、あそこの納入からスタートなんですね。1979年だったと思いますけど。そうなんですか。で当時、まあ、中国の中には外国金のメーカーもありませんし、それから、まあ、中のローカルの産業はあまり育ってなかったということで、オーダーをいただいたんです。ですから、中国は実はケウ習いなんですが、TOT のブランドのとてもステージが高い国なんですね。それはその国の一番シンボリックな建物の中にまず入ったと。それでも15年かかりましたね。ただそういう意味では中国は大変今お客様にも支持をいただいておりますし、多分今グローバルの中で一番事業を引っ張ってくれている地域になってます、中国上海にあるショールームではウォシュレットはもちろんのこと、風呂、洗面台など同等のさまざまな製品が展示されている。その品質の良さは TOTO のブランド力をますます広めている。ちょうど今インドが、当時の中国に近い状況ではないかと思ってますし、まあ、ブラジルも一部の都市を除けば同じような状況ではないかと思ってます、まあ、そういうことを考えますとですね、今が進出の時期なのかなと思うんですが、従来のように、販売も作った上でドーンと生産設備を作ってやるということになると、事業のスピードも今お話したように遅れますので、まあ、いろんなこう出方を模索して進めていくことになるんじゃないかなと思ってます。これ当然競合の企業とかいうのは、日本国内だけじゃなくて、出てくるわけですよね。その辺の戦い方っていうのはどうなんですか。まあ、もう海外出ますとほとんど、欧米の企業とのコンペティションになってまいりますので、我々がその何が受け入れられるのかということが最大のテーマだと思うんですね。デザインに特化しても欧米ご存知の通り、そこで簡単に勝つわけにいきませんから。まあ、おしゃれなものありますからね。私どもはやはり技術だと思います。特に節水の技術、これは今加さん自分のうちの便器が何リットル流れてるかは、何リットルって考えたことはないんですけど、もう軽井沢の家の方はやっぱ新しいのを入れたんで、非常にタンクが見えないような、これどこに水入ってるのっていう感じのはですよね。そうですよね。ですから、多分今ほとんどお使いになられている方は1回に13リットル流してるんですよ。大量ですよね、13リットルも。でこれはやはり当時の技術の限界だったんですね。でここ特にここ 4,5 年で急速に進化しまして、今今年の夏に国内で販売してますのが 4.8 リットルまで下がりました。半分以下です。それだけでこうちゃんと、ちゃんと流れるって言われたけれども流れちゃう、要はその水っていうのは便器から汚物を出すことと、缶の中を運んでいく役割を持ってるんですね、でこの2つの役割を持ちながら水を減らしていくという技術が必要になってくるんで、やっぱり我々グローバルのナンバーワンの技術だと思います、ここが多分特に環境貢献ということを言われてますんで、大変大きな我々にとっての武器になりますし、逆にお客様にとって大変価値のある、商品に育ってくれるんじゃないかと期待しています。今年実は中国政府から地名商標ということで、要は TOTO というブランドは、その中国の中でもしっかり維持をしなきゃいけないブランドだというお墨付きをいただきましたので、それだから安全というわけじゃないですけれども、そういう評価をいただいたということが我々にとっては一つの大きな支えにはなりますね、ですから海外行くとやっぱりいろんな予期せぬことっていうのは起きますよね。そうです。国々によって我々の主力商品である SSSB 機器に対する価値観とか求めるものがやはり違いますし、必ずしもその性能だけが決めるというわけじゃありませんので、やはり地域地域のお客様が求めるものをきちんと作り込んでいくということが多分これから必要になってくるんだろうと、今までどちらかというとジャパニーズスタンダードをグローバルスタンダード化しようという、意識になるわけですけども、それじゃなくて僕今社内ではリージョンスタンダードをまず明確にして、そこのナンバーワンにしようと、
その集合体になって初めてグローバルナンバーワンって言えるんじゃないかっていうことを今言い始めたところ。